連れ様がお待ちです。雨男の陣ってのはお前か。噂には聞いてたが、ほんとひでえ雨だな。K だ。どうした？女に振られたみたいな顔して。教えてくれ、俺は誰だ。は？気がついたら見知らぬ部屋にいた。若い女が現れて、部屋が突然爆破されたが、ニュースではガス漏れ事故ってことになってる。それに家には俺の素性にまつわるものは何一つない。二日酔いか、それとも俺をからかってんのか。違う、本当に記憶がないんだ。それがお前だよ。コードネームはジン。コードネーム？本名は？知るか。俺たちは互いをコードネームで呼び合う。デウスのエージェントはみんなそうだ。デウス。お前頭でも打ったのか？一度メディカルセンターで脳ドックでも受けてこい。あそこのナースをスラーッとしてんだけど、ボンボンって最高に美人だ。頼む、順応って話してくれ。俺たちデウスのエージェントは地球に侵入したエイリアンを探し出し、密かに抹殺するのが仕事だ。どうして俺たちだけ？俺たち二人だけじゃない。エージェントは素性を隠して世界中に散らばっている。もしかしたらこの中にも。で、ミッションっていうのは？この店の常連客にエイリアンが混ざってるって情報が入った。そいつらを抑えるのが俺たちのミッションだ。分かってると思うが、奴らは人間に擬態している。油断すんな。おい、大丈夫か？分からない。俺は何を信じたらいいのか。少なくとも俺はお前の味方だ。何でも話せよ。他に覚えてることはないのか？お願い、あなたにこの世界を救ってほしいの。彼女は俺に何かを伝えたがっていた。こいつに何か秘密があるはずだ。女からのプレゼントか。洒落てんじゃん。俺がこの世界を救う。俺も彼女欲しいわ。お待ちどおさまです。頼んでないけど。あいつだ。え、おい、本当かよ。